自民党の細田博之前衆議院議長が都内の病院で亡くなりました。79歳でした。細田氏は1944年島根県松江市に生まれ、通商産業省勤務や議員秘書を経て1990年の衆議院議員選挙で初当選して以来11回連続で当選。内閣官房長官や自民党幹事長など要職を歴任し、最大派閥の会長を長く務め、2021年に衆議院議長に就任しました。その後、先月13日に記者会見を開き、脳梗塞の症状が出たことを明らかにした上で、体調不良を理由に議長を辞任すると表明しました。一方で、私以外の人が簡単にできるような仕事ではないと述べ、衆議院議員は辞職しない考えを示していました。